M260mm 迫撃砲方向部と M4、コリメーター照準機砲弾。左から M69 訓練弾、M49A2 榴弾、M302 白輪発炎弾、M83 照明弾、M260mm 迫撃砲は、アメリカ軍が第二次世界大戦ベトナム戦争にかけて使用した軽迫撃砲である。M2 迫撃砲は、 M181mm 迫撃砲と手榴弾のギャップを埋めるために1920年代後半からフランスのストークブラン社製エメリー 193560mm 迫撃砲のライセンス生産としてアメリカ陸軍軍需品鍋により開発が始まり1930年代後期に試験を受けた1940年1月最初の1500問の発注がなされ 最終的に約6万本が生産された。アメリカ軍においては、砲本体が M2 迫撃砲、支持構造が M2 マウントとして正式化されている。M2 迫撃砲は、砲身と激震、マウントは2脚と底板などによって構成されている。主に銃弾を使用するが、夜間、低空侵入してくる敵機を迎撃する際に M83、照明弾を発射して、 対空射撃の支援を行ったこともある。初めて実戦投入された第二次世界大戦当時のアメリカ軍の不評連隊では1個連隊に27本が装備されていた。不評中隊ごとに編成された下記小隊に3本ずつ配備され、不評3個小隊を3本の M に迫撃砲が支援するようになっていた。第二次大戦以降も1942年に 正式採用された M1960mm 迫撃砲と共に朝鮮戦争やベトナム戦争で使用されたが、現在は新型の M22460mm 迫撃砲に更新されて退役している。また、原設計国であるフランス軍においてもオリジナルのエメリ 193560mm 迫撃砲と共に運用され、 第一次インドシナ戦争やアルジェリア戦争でも使用された。日本でも1951年より供与され、陸上自衛隊によって使用されていたが、現在は退役している。出典アメリカ合衆国陸。軍省 US Army、テクニカルマニュアル。 tm9 から3071から 1http コロンスラッシュスラッシュ w w w l i b e r a t e d m a n u a l s c o m スラッシュ tm-9-3071-1.pdf2014 年4月29日閲覧初言作動機構性能砲弾、創薬。ありがとうございます。